続いてはマイクロ部門第1位、コインの達人ルイス・オルメド。コインマジック、間近で見たことありますか？見たことはあってもどうやっているかわからないでしょ。そこが面白いんです。これでも全然見えない。普通見えますよ、この角度は。全く。コインは四隅に確かにあった。問題はここから。左手のカードの下にはコインが1枚だけだったのに。どうなっているのかさっぱりわからない。